実は新しいカメラを買っちゃいました。それがこちら、はい、 OMD EM1 Mark II でございます。今 EM10 Mark II というカメラを使っているんですが、新しくこちらのカメラ買ってしまいました。ちょっと高かった。まあ今一応キャンペーンやってるらしくて、はい、こちら、はい、 OMD の EM1 Mark II にですね、新しくキットができまして、12mm40mm の F2.8 プロキットっていうのが今年の6月から新しく、販売されてるそうです。でこれね、今このキット買うと2万円キャッシュバックされるそうです。いいですね。ということで買っちゃいました。はい、じゃあちょっと開けていきたいと思います。ここから開けていきますと、お、出てきた。あ、入ってますね。はい、このキャンペーン、はい、2万円キャッシュバックいただきます。はい、開けるとまずこちらに、あ、まず何もね、はい、これがオーナーズケアっつって、あのオリンパスのこの EM1 マーク2専用のメンテナンスパッケージっていうのがあって、まあなんかオリンパスが直接なんかメンテナンスをしてくれるそうです。はい、パッケージのご案内でした。はい、次、こっちは保証書です。ビッグカメラで買いました。はい、開けていきますと何が入ってるんでしょうね。箱ありました。あ、説明書ですね。オリンパスの説明書だったり、まあ説明書ですね、レンズの説明書だったり、これの OMD マーク EM1 の取扱説明書入っておりました。はい、じゃあ次どこから行こうかな。これ多分本体なんですよね。まあまずこの付属品ぐらいから行きますか。付属品、はい、まずはなんだろうこれ、あー、ついてくるんですね。なんでまあライト、ストロボだ、ストロボ出てこなかった一瞬が。まあ純粋なんか付属で最初からついてくるのが1個あるみたいです。ストロボです。8、まあ実際これね、去年の、じゃあ2016年の年末 ?12 月頃に発売されたものなので、いろんな紹介は出てるんですよね、動画とか。なので詳しいのはそちら見てもらえればいいかなと。はい、これ、なんかのケースです。はい、次。はい。なんかのケーブルですね。あ、充電ケーブルかな。これが充電器。これの多分セットで。はい、充電器とケーブルです。はい、あとは、これが、USB-C タイプですかね。確か本体と C タイプで繋げれて、直接画像の転送ができたりするみたいです。はい、それ用の C タイプの、ケーブル。はい、次。これ、バッテリーですね。でかいな。画質、こんぐらいかな?はい。こんぐらいの距離じゃないと見づらいですね。はい。はい、最後、こんなだ。はい、ちっちゃいの。なんだこれ。ケーブルを整えるやつかな。はい。次、これ、オリンパスの、なんて言うんだっけ。まあ、カメラとつないで肩にかけるやつ。雑。まあ、こんな感じ。はい。続いて。どっちかな。また、なんかここにもありそうなんで、ね、ここのカード。じゃーん、なんだこれ、なんだろう、開けますか。はい、あ、レンズケースか。
なんかレンズケースもついてくるんですね。こんな感じで。はい。レンズがすっぽり入るようです。いいですね。なんかいろいろついてくるんですね。なんか EM10M2 の時はここまでなんかついてなかったですね。まあさすがに値段がかなり違うんで。はい。じゃあ次に。はい、じゃあレンズいきます。はい、パカーン、レンズです。すごい頑丈に入ってますね。これがレンズです。あ、かわいいですね。これもついてる。はい、こちらがこのキットで、今年の6月からですね、ついてきたキットについてくるレンズです。10mm オリンパス M 随行デジタル12-40mm の、F2.8 のプロレンズになります。こいつね、単体でね買ってもめちゃくちゃ高いんですよ。こいつだけでネットで見ると7万から8万、店頭だとほんと9万近くで売っているレンズです。はい、詳しいことはあまりわからないので、詳しいのはその他の動画見てください。自分じゃないやつ。はい。よし。じゃあ最後は、こっち、こいつ。これが本体になるはずです。これ。じゃあ、行きまーす。開封の儀。パカーン。おー。かっちょいい。あ、すごい。テープいっぱい貼ってある。これが OMD の EM1M2 の本体になります。EM10 とかの方はもっとこれより一回り小さくて軽いんですけど、これ若干大きめなんですが、他のやつに、他の機種、他の機種って違うか、他のメーカーさんとのこのやつ比べるとだいぶちっちゃくて軽いんじゃないかと思います。自分素人なんであんまりわかんないんですが、素人がこんなカメラを買うんじゃねえよっていうレベルのカメラですね。はい。で、モニターはこういう風になってます。で、これはこうやってやって、はい、自撮りも撮れると。便利。こうやってやれば普通に一応ミラーレスといつものやつと同じですね。はい。で、ここファインがあって、はい、サイドはちょっと本当ない、上から、マイク端子でしょう。マイク、スピーカーのイヤホン端子、ここで音聞けますと。で、 HDMI と USB がそれぞれあるみたいです。ピントが合ってないから見づらいかな。で、反対側が、はい、こちらに SD カードとスロットが2つあります。これ2つあるの便利ですね。そんなたくさん取んないかもしれないですけどね。はい。で、上から見ると、まあマニュアルとかこちらでいじれて、電源がこっちと、で、ファンクションボタンもここと、まあなんかこの辺もファンクションボタンみたいですね。いろいろあるみたいです。はい。で、何喋ればいいか分かんないんで、ただ開封しただけの動画です。やっと、やっと、っていうか、買っちゃいましたね。まさか買うとは、思ってなかったんですが、いいカメラ欲しいなと思って、これからカメラ勉強していこうかと思います。思います。思います。ちょっともったいないかな、俺には。もったいないって言われると思うんで、あれなんですけど、いろいろこれから撮っていきたいなと思います。
そんな感じです。はい、カメラ勉強頑張ります。以上です。